前がご手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、相手の方が初段の方で、これは振り飛車になりそうかな。なんか振り飛車得意って書いてましたもんね。まあまあ、金上がっといて、どこに振ってくんのと。あー、そこ。どうしようかな。玉頭銀で来ようってことかな。まあ、飛車受けるんで、別にって感じではあるんだけど、まあ、どこに振ってくんのっていうのは気になりますね。まあ、玉1個上がっておくか。四間飛車っすね。まあ、玉、角を取って。うん。まあ、これは、ここの歩を突いておきましょう。これで、ここに王様行けるようになったんで、なんていうのかな。銀出が大丈夫よっていう話ですね。まあ、それで言いますか。よいしょ。で、ここの歩を守っておけば、次5筋の歩ついていけるんで、まあ、銀が出ていける感じで大丈夫かな。まあ、銀上がってって、まあ、あとは、まあ、そうっすね。どうしようかな。まあ、銀をね、こう固めていって引いて使う方がいいのかなっていうイメージはある。ので、まあ、一回ここついとくかな。一回ついといて、まあ、角頭攻めるぞ、みたいな含みも作りつつ、まあ、王様囲ってくるか、桂跳ねるかじゃないですかね。そろそろ。まあ、銀上がろうか。銀上がって、歩ついてきたら角引きます。まあ、これでも引いとくんかな。一回引いといて、ここ狙ってますね。まあまあ、銀引いといて、4枚美濃にしといて、で、これはどうなんだろうか。飛車浮く、桂跳ねまで入れるんかな。が高美濃にするんだったらこう歩ついてくみたいな、吸い取った方がいいんかね。まあ桂馬跳ねていくか。桂跳ね、桂跳ね、銀ぶっちはさすがにないよね。まあ桂跳ねるか。でこれはね、なんか前に見たことがある形で、飛車浮きまでしといて歩歩に角みたいな感じで、ここに角持ってくればなんか次5五歩つけばなんか銀が取れそうみたいな感じがあったんだけど、向かい飛車にしてきたんでそれがなくなりました。なくなったんで、まあ歩ついて金上がってくんかな。でこうやって上部に固くしといて、まあこっちも銀冠にしたいな。まあ、離れ駒できてるこの瞬間がチャンスと見て、なんか仕掛ける手もあるんだろうけどね。ここの歩とかどう？歩歩に角とかで角さばいていく？飛車回ってきたらこう飛車回ればいいよね。で、角がここにおるんでしょ？が、やっぱ銀冠にすべきかな。一回走っとこう。で、金上がってきてこういって。まあ、あなたから攻める手はないでしょうという。いやーマジでそれ。まあ取って同香車に、同香歩打ち、同香歩打ってその時に香車がある、歩突く、同角なら同角同歩、角打ちとかどうすんのって話よね。
まあ、確かにね、離れ駒できとるから仕掛けたくはなるけど、部分的にこれはどうなのっていう話はある。はー、まあどうすんだろうね。取るか、取り込ませるか。取り込ませると、位取られて、桂馬が手に入る形、香車手に入る形になると、ここに打たれちゃうんだよね。となると、これは取っとかないからね。7分。まあ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 。上上がるんかな。さすがにブッチはないと思うけど、あとこれコビに飽きましたね。なんかのタイミングでこう角がここに行けば素抜く可能性もできるし、王手になってなんかいいことあるかもしれん。あとはこれ金上がりしたい。香車走ってきたら、まあ歩打って一回止めて、取って取って歩打たれて、その時にどうするかなんだよな。香車を持ってるから、まあ歩ついて同歩なら香車走ればいい。同角なら角交換。あー、そういうね。それさー、いやどうなんすか。まあ角なんかね、イメージね、こう角頭がこう突きたい。取るとまあ一回歩かな、一回歩決めて角下がらせて角王で打てるみたいな。でこのライン決めてるからなかなかでしょっていう感じなんだけど、なんか手順が難しいね。まあこうかな、ここ行きたいよね。こう行って、例えばこう無視してきたら取り込んで、でまあ角出るみたいな感じ。角出る前に叩くんかな。でここに歩打たせないみたいな感じにしたいね。ここ行きますか。で桂馬出てきたら、いやいやいや、それはこっち行くよ。まあ、と金は一回作れるんかもしれんけど、これは引くんかな。角ここに飛び出すのめんどくさいんで、これは引くんでしょうね。一回、瞬間ここだけ守っときたい。で、角逃げるんでしょっていう。強者走ってくるのは角取るよ。もうこれ、ブッチするつもりなの？いや、マジかよ。マジかよ、それ。まあ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 、な、桂馬がね、とうとう犠牲にはなった。いや、ならないな、これ。角飛び出れば、桂馬に紐つくからね。角飛び出て、なんかさせて、飛車どこに逃げるか問題？ここかな。まあ、角一回飛び出るんだけど、まあ、ここかな。いや、いやいや、桂跳ねが当たるから、これ5筋かな。まあ、5筋いっとくんすかね。で、なんか5五歩で追い返すみたいなのも見せといてって感じ。まあ、一回こうかな。まあ、と金寄ってくる手はあるんかもしれんけど。これどうなんだろうね。これ、狙っていくべきなのか。ここに角かな。ここに角打って香車取りにしながら、なんかここの成りも狙ってみたいな方がいいかもしれんね。ここかな、なんかここっぽいね。うん、まあ香車5分はちょっと違うような気もするんだけど、
あとはまあこのね銀を銀がいなければ桂が取れるって話はあるんで、歩一回突くではあるんかな。なかなか忙しいところではあるんだけど、まあ一回歩突くか。でこっち引いたらまあ香車取りますよね。でそれは一回桂取っとくんかな、まあ、桂取っとけば、まあそうよね、それは当たるんだけど、まあここに引いといてどうか。これ金とか金上がりとか飛車回り見せるためにここに引きましたね。なってくんのはまあ、ならずでも一回避けとこうって話なんですけど、まあ、この辺かな。これで何得してんのって言われたら、まあ、銀角交換かな。銀角交換で桂馬さばけて、あなたの銀、ここ、まあ、角の代わりですよね。この銀働くんですかというふうに言いたい。まあ、あとは、この金をさばくか、なんか抑え込みに使いたいんで、まあ、この辺に歩とか打っていくんかな。例えば歩、銀、金、金。で、ここにもう一回なんか歩打ちたいから、なんか力をこの辺に足しとくんやろうね。桂打ちか桂跳ねか。まあ、こっちからはやりたい手がいっぱいあるんで、ちょっとゆっくりした展開に持っていきたいな。これ飛車回ってきて、ブッチしてきても全然角渡して大丈夫っていう話はあるから、何を渡しちゃダメなのかっていう話ですよね。まあタイミングよく桂馬取りたい。まあそれはね、どうだろう。金を上がる手がいいのか。まあ寄ってきたいってことなんだろうけどね。今すぐ歩打っちゃうのはね、なんか違う気がするんだよな。桂跳ねる、と金寄ってくる、まあ一番上まで一回やっといて、でなんかさせて、歩打って同銀同銀同金、で歩打って、下げて、まあ銀打ちとかで成り込んでいくみたいな感じなのかな。あとまあこれ歩突き捨てとか言うときたい？わかんないな。まあ桂跳ねなんかね、跳ねっときたいよね。跳ね？打ち？なんか打ちかな？打ちっぽいね。わからんけど、ちょっと打ってみよう。なるほどね。これ、一歩、補充しに来たわけや。まあ、先に行くけどね。まあ、取って、歩打って、で、ここで香車取る。どうすればここに香車が刺さってくるっしょ。飛車追われる展開も、まあ、角は別にいいかな。角は別になんで、同金の形にしとけば OK って感じで。強者刺すんかな。で、避けたら銀打ちみたいな感じ。強者じゃないっすかね。まあ、取って。ああ、手堅いね。まあ、でも、そうだな。一回捨てとくかな。捨てといて、同歩にしといて銀打ちみたいな感じの方がなんか軽そう。まあ一回避けるよ、それは。
まあ避けて次の取り込み狙いとか。2分30秒、まあ、あとは、まあとまあ、今一番やりたいのはここかな。駒の損得でいうと何がどうなってんのこれ。金銀やから金得してんのかな。金得ですね、金得の状態してるんで、まあ、これは押し切りたいよね。取ってきたら桂銀打ちで剥がしに行くんかなやっぱな。まあどうでしょうね、まあ、取る銀打ち下がる取って取って角なって飛車取りにしながら次と金作るよみたいな感じなのかな。だから角打ちとかね、角打ちとかなんか飛車狙ってくるのどうしようかなっていうのは思ってるんですけど、一回避けとく。飛車がいなくても別にここの攻めはあるからね。まあここ寄っとくんだな、なんか角打ちとかに寄っといてみたいな感じなのかな。あー、まあこれはでもぶっちしてくる気満々なんでしょうけど、まあ一回先なっとくか。なっといて、ぶっちしてきて、角が2枚。ここまで浮いとくんかな。と金と連携、連動しとけば大丈夫かな。まあ取ると金ってことやろ。まあこっち寄っといてもいいけどね。寄っといていいんじゃない、寄っといて。まあそうですね、次は歩成入れたいかな。歩成同歩同等みたいな、123対12やろ。まあなりたいね。なって取ってと金の時になんか反撃があるかっていう話よね。なんかあるか。いや、なんもないと思うけどな。だからここを受けるんだったら桂とか。でも銀引っ掛けて金剥がしに行くよ。で、金がいなくなれば、この辺の駒が、いやー、それは金打ち。はい、ありました。よくぞやった。しかし将棋ウォーズを勝ち抜くのはまだまだ厳しいぞ。はい、いかがでしょうか。今回ね、居飛車の戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。